大鷹醤油チャンネル始まりました。ゆりなです。今日は私が2人います。はい、2人です。喋るゆりなはワイプとして失礼いたします。はい、今回はこの今皆様がね見ていただいている寝てるゆりなですね。こちらは休日、あ、見ましたね、こちら。はい、今回はゆりなの休日を動画にしてみました。前にねナイトルーティーンじゃないかモーニングルーティーンやらせていただいたんですけれども、その新居でのとある休日の一日、あ、見てる。ちょっと寝ぼけております。はい、二度寝です。はい、なのでそちらをちょっとね、私ちょっとややこしいですけれども、この私と一緒に皆さん一日をね見ていただければなと思います。はい、今こちらは二度寝してますね。うん、すごい、もうベッドから手が出ちゃってるので大丈夫かなって、うん、大丈夫かなって感じですね。あ、起き上がったね。あ、おはようございます。声が失礼いたしました、皆さん。はい、はい、起きました。おはようございます。まずは歯磨きですね。歯磨きをします。いつも使ってる歯磨き粉はシュミテクトです。すっごい不機嫌そうな顔してますけれどもすいません皆さん、本当にいつもこんなんでさ、もう多分自分の体は支えられないんでしょうね。うん、はい、続いて顔を洗っております。最初に手を洗ってから水で顔をゆすぎます。でその後はこのね、洗顔で顔をちゃんと洗います。え、大丈夫？うん、落とせてる落とせてる。はい、これ来ましたね。モーニングルーティーンでも紹介したティッシュで顔を拭いてます。全然押しすぎじゃん。うわ、顔押しすぎだったら今鼻潰れちゃいそうだったよ。うん、ちゃんと首までね一緒に拭きます。あ、どうした？あ、うんうんうん、え？え？大丈夫？ぶつけてたけど頭。うん、そう、大玉毛で顔洗ってますと言いたいみたいです彼女は。はい、うん、でその次また大玉毛の拭き取り化粧水で顔を一回拭き取ります。はい、うん、これを拭くか拭かないかだいぶ違います。うん、拭き取り化粧水もちゃんと首までやります。次、化粧水、これもうずっと使ってるアルビオンです。面白い顔。でコットンにやって拭くかと思いきや、コットンはおでこにのせる。で余ったので周りを手でなじませるという謎の化粧水のつけ方ですけれども、はい、こんな感じですね。私はいつもおでこにパックしてます。続いて、いつも夜洗濯物回すんですけど、この日はちょっと朝回してます。
続いて美容液、ビタミンの美容液をつけます。これちょっと笑ってるのは旦那とお話ししながらやってるので笑ってます。顔こすりすぎじゃない？これね、そう、この美容液を使ってます。これ友達からいただきました。ありがとうございます。洗顔してからこの美容液を塗るはずが化粧水の後につけてしまったという、はい、気づきですね。ここで気づきました。はい、衝撃的ですね。まあいいやってなって、まあいいやって、うん、まあいいかってね、もうつけちゃったしですね。続いて、うん、ジェルを最後に塗ります。うん、ジェルだよっつっておっしゃっております。はい、これ中に、ね、粒々入ってるからね、それを溶かしながら塗る感じで、はい、肩がいつも凝ってるので腕を回していきます。これもね、はい、やります。ちょっとすっきりしたかなって勘違いしてますね。はい、これは起きるのが遅かったので朝ごはんとお昼ごはんを一緒にしました。うん、ちょっと無音にさせていただいてるんですけど歌っております。これは、うん、すっごい熱唱してるの、ずっと。これやばいよね。旦那さんにいつも聞いてもらってます歌を。はい、続いてですね、お昼食べ終わってちょっとゆっくりしたらお掃除が始まります。この日は本当3時間ぐらいお掃除ずっとしてました。駐車場の方もお掃除して、もう疲れてます。水休憩ね、挟んで、はい、ちょっとゆっくりします。うん、で続いて、はい、超美味しそうなお肉が出てきました。夕飯です。夕飯に焼肉、親から誘われたので行きました。はい、帰ってきました。食べ過ぎてますね、完全に。うん、完全にお腹いっぱい。うん、で食後はビタミン C を飲みます。そう、こうやって噛み砕かないと飲めません、私は。細かくしてね、飲みます。まあ、こんな感じで一日が終了いたします。はい、こんな感じで私の休日のね、一日を見ていただいたんですけれども、もう普通ですね。はい、普通です。どうでしたでしょうか、みんなと同じだったかな。普通にお昼食べて、まあ結婚したのでね、新居を綺麗にしてます。で夕飯は家で作る時もあれば、誘われれば外食しております。そんな感じの休日を過ごしております。みんなのね、休日もどんな休日を過ごしてるか教えてください。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter もやってますので、フォローよろしくお願いします。またね。5月18日は大高醤油感謝直売会を行いますので、ぜひお越しいただければなと思います。お会いしましょう。お待ちしております。またね。バイバーイ。